作品のご紹介をいたします。コートをね作ってみました。こちらねシンプルに見えるんですけれど、いくつかねアクセントのあるタイプになっております。まず襟元ですね、こちら立ち上がりに襟になっていてかっこいいタイプになっております。でこれね前身頃からつながっている立ち上がり襟になっているんですね。なのでねとても大人の雰囲気もあって素敵なねシルエットになっております。かっこいいですよね。でそこからつながっているこう V ネックもねシャープな雰囲気で着れるタイプになっております。で前端も素敵なんです。これ緩やかなカーブがね綺麗なんですよね。でこのカーブになっているのでデニムで作っても軽い印象でね着れるデザインになるんじゃないかと思います。そしてそのカーブのところから覗く足も綺麗に見えるタイプになっております。嬉しいデザインになっております。そして真ん中にねこうワンボタンですね、ボタン一つっていうのもこれもアクセントになると思います。締めていただいても素敵ですし、開けてねこうラフな感じで着ていただいてもよりね前端のラインが引き立って素敵に着れるんじゃないかと思います。そして袖口にもアクセントがあるんです。こちらカフスになっているんですけれども、上にね切り替えとして上に乗せるタイプのカフスになっております。アクセントになりますね。で後ろ姿も素敵なんです。こちらね今回のデニムがこうセルビッチデニムということで耳にね白いラインが入っているんです。なので背中心はその耳を利用して白いラインを出してみました。でまっすぐね一本線が入ることによってこう引き立ちますし、すっきりとしたシルエットにもなるんじゃないかなと思います。でかっこいいですよね。ね右身頃が上になるように重ね合わせてミシンで縫っております。ステッチでね留めてあります。素敵な、ね、アクセントになっております。でデニムの、ね、コートってね季節の変わり目とかねいろいろらしいんでね活躍できるんじゃないかなと思います。ぜひ作っていただけたらと思います。そしてこちらのセットの方にはこのような切ってすぐ使える実物大の型紙がついております。詳しくはページの方をご覧になっていただけたらと思います。